カメラ回してください。カメラ早く回してください。本日はお集まりいただきありがとうございます。何ですか、いきなり。本当にいきなり今から本当は普通に何撮る、今日何撮るとか明日何撮るって話をしようと。静かにしてください。ところで、すいません、なんだ急に。ガチじゃん、目ガチだ、この人。本日の会議を仕切らせていただきます。はい、22土持ちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、なんかこんな格好、ちょっとこんな格好なんですけども。はい。はい、すいません。ということで、本日の議題がこちらです。急に。なんかソウルやん。こちらです。はい。20のカメレオン、マユカの謎。よろしくお願いします。なるほどね。これ、ドッキリみたいな感じでやる必要あったんかな。よろしくお願いします。22土持ちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、まず簡単にマユカちゃんのプロフィールから見ていきましょうか。はい。プロフィール。はい、見ていってください。はい。はい。はい。通称カメレオン。通称から始める人、あんまいないけどな。通称カメレオンと呼ばれてますね。はい、はい、年齢17歳。はい、はい、写真とかいらないのか、横に頑張ってください。はい、主語は慎んでください。すいません、本当に。生息地、出身地、主に熱帯。カメレオンやん。じゃあ特技、カメレオンやん。体の色を変化させて背景に紛れ込むことができる。カメレオンやん。カメレオンのプロフィール。マユカちゃうで。カメレオンやん。カメレオンやん、これじゃあ。はい、カメレオンのプロフィール。マユカちゃんじゃないやん。17歳です。20のカメレオンの年齢どうでもいいです。カメレオンの年齢どうでもいいんですけど、これじゃカメレオンですけど、カメレオンのプロフィールですね、これは。そうです。一旦プロフィールを説明したということで、はい。はい、本日の主題、テーマ。はい。ちょっと入っていきたいと思います。こっからがもう本番ですので気を引き締めてください。はい、わかりました。すいません。じゃあ本日のテーマこちらです。20のカメレオン、マユカ、本当にカメレオンなんじゃないか。なんか聞いたことあんな、聞いたことあんな。20のカメレオン、マユカ、本当にカメレオンなんじゃないか。2回言わなくていいです。別に2回言わなくていいです。すいません。はい、これについてちょっとプレゼンしていきたいんですけども、はい、まあこれ早速なんですけども、はい、20のカメレオン、マユカが本当にカメレオンであるという確固たる証拠を入手しました。私してないでしょうね、多分。失礼ですよ、これ。なんならそれが次のスライド、こちらになります。はい、覚えてますでしょうか。これね、紅白でしたよね、確か。はい、そうです。去年の12月31日、紅白歌合戦。はい、20っていうのは本当は9人なんですけども。はい、そうです。一人いないんですね、これ。そうですね、いない。これがいなかったのがまゆかちゃんなんですよ。そうですね、それはもう皆さん知っているんじゃないですか、はい、それは。はい、これはマイクトラブルがあってカメラの画角に映らないようにさささっと裏へ戻り、また戻ってきて平然とパフォーマンスをしたっていう伝説のパフォーマンスですね。はいはいはい、びっくりしましたね、あれは。と言われてますよね。違うんですか。これある衝撃な事実が発覚しました。嘘でしょ。まゆかちゃん透明になっていた。いや、なってないでしょ。あとその小学生しか使わないアニメーションいらないで。透明になっていたんですね、これ。そんな、これだけでももうカメレオンギザギザのだなっていうのはね、本当に思ってしまうんですが。ちょっとわかんないな、はい。まあ、はい、これだけだとちょっとまだ不十分だろうっていう方もいらっしゃると思うので。不十分でしょうね、はい、普通にマイクトラブルって思ってますからね、皆さん。街中でアンケートを実施しました。アンケート取ったんですか。はい、はい、それがこちらになりますね。該当アンケート100人に聞いたところ、はいと答えた方が 83.4%、 はい、いいえが 4.2%、 どちらでもないが 12.4% と。このアンケートにおいてどちらでもないがちょっとよくわかんないんですけども、こういう結果なんですね。大多数の方が100人なので 83.4 人の方がはいと答えていらっしゃいますね。83? え、それどういうこと、はい、ちっちゃい子いたの、なんかこれだけでも、ちっちゃい子が 0.4 人みたいな換算なのかな。まゆかちゃんはカメレオンっていう説が、100人の場合小数点出ないんですけどね、濃厚になってるのかなと思うんですけども、はい、
まあ今回まだまゆかちゃんのプロフィールってものをご紹介してないですよね。そうですね、カメレオンのプロフィールだけですね、はい、見たのは。なんでここちょっとまあまゆかちゃんを知らない方のためにもね、もう今更ですが、まゆかちゃんのプロフィールってものをご紹介したいと思います。え、なカメレオンのプロフィールなんでやったんの。じゃあプロフィール、はいはい、こちら。あー、まゆかちゃんやね、これはもう絶対まゆかちゃん。かわいいですね。かわいい、はい、かわいいです。かわいいのは当たり前です。はい、すいません、そんな強い感じで、はい、じゃあまゆかちゃんの誕生日11月13日、はい、そうですね、はい、そして土持ちの誕生日が11月20日と関係ないから、ね、近いですね近いですね、とか関係ないです、ね、プロフィールに、はい、プロフィールにあと大体1日とかにして、せめて1週間同じか1日ということで、本当にそうですね、いっぱいいるから、そしたら、はい、そして血液型 A型、そうなんや、A 型でした、調べたところ、はい、土持ちの血液型 A 型、そうでもいいですね。あの毎回土持ちの血液型とかいいですからね。同じなんですよ、比較。これ本当に天文学的数字じゃないですか、同じになるなんて。いっぱいいるやろうな、1週間誤差で A 型の人は、うん、本当にね、運命感じますね、本当に。そしてすごい限界オタクやな、それは。続いて特技、はい、ピアノ、はい、そうですね、ピアノと書いてありました。はい、そうです。土持ちのお母さんがピアノの先生だった。知らない。これ似てますね、本当に。土持ち比較やめてほしいな。土持ちの特技はお母さんがピアノの先生ということで。特技がお母さんがピアノの先生、おかしいよ。ピアノ同士で。特技がお母さんがっておかしいからね、もう日本語。これ共通点が多いんです。はい、うわ、まゆかちゃんと土持ち、これ変えられない先天性の共通点といいますか。そうなんかな。後で努力して変えることのできない共通点がもう3つもありますからね。ちゃんと合ってんの A 型だけやけどね。はい、ということで、はいじゃなくて、はい、本日の結論こちら、土持ちはまゆかちゃんを好きになる運命だった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。